どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ダンさんちょっとお召しになってるお着物ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。もちろんです。これは去年発売、はい、発表したポリアサのお着物です。去年初めて発表されたやつですか。そうなんですよ。ポリアサはちょっと初めて聞いたんですけども、ポリアサあの洗えるお着物なんですけど、はいはいはい、あの朝とポリが混合の、うん、されてて、はい、そうなんです。朝だけだとちょっとクシュクシュになっちゃうイメージあると思うんですが、はいはい、まあ、これはポリもいい具合に入っているので、はい、虫は臭にもならず、でちょっととろみもあったりして、なんかちょっと透明感見るとデニムっぽくも見えるんですけどね。確かに違いますもんね。デニムではないんですもんね。またちょっと違うんですよね。着てみるとまた分かると思うんですけど、はい、本当にあの適度なこう落ち感というか、うん、本当気持ちいい。そうですよね、柔らかいね、はい、もう去年も超人気でなんか実はすぐ売れちゃったっていうのをお聞きしたんですけど、すぐ完売いたしました。そんなこのポリアサがなんかまた聞くところによると今年、はい、そうなんです。そうなんです。夏も今度15日から始まる夏物展でなんとまた復活と復活いたしますので、皆さんどうぞお楽しみに。これからの季節やっぱちょうどいいぐらいの、めちゃくちゃちょうどいいですよ。暑すぎず、そうなんですよ。着ていてやっぱり軽いですし、うん、あの本当通気性も抜群にいいので、うんうん、もう着ててすごい楽しいです。なんかねシワになりにくいっていうのもちょっとお聞きしたんですけどね。そうなんですよ。いい具合にポリの、はい、そのいいバランスで入れてくださってるので、なるほど、シワにもなりにくいです。なんかちなみに去年どんなものが人気だったとかってあります？色味とか。色味、去年はベージュと、はい、このお色味黒、はい、2色展開だったんですけど、まあ、どちらもやっぱ人気で、うんうん、もうすぐどちらも考えいたしました。なるほど。なんかやっぱそういう時に今日お召しになっているのは帯でグレージとか灰とかだと合わせやすい感じですよね。めちゃくちゃ合わせやすいです、ね、ちょっとお太鼓も気になるんで、もしよかったらいいですか。失礼します。あ、さすがお太鼓の形で。いけてますかね。これも上太郎の。もちろん。これも実は義者 の、はい、あの帯、袋帯なんですが、うんうん、まあ、義者なんで、あの、なんていうんですかね、まあ、一重の時期から、はい、夏もまあいける。そうですよね。で、色味的にも私のはちょっと涼しげなので、ね、ちょっと軽やかに。なんかシックな装いですけど、実は涼しげっていうところがね、そうなんです、着てみて分かるっていうところなんですよね。そうなんです。いいな。ご紹介ありがとうございます。ありがとうございます。では続けて中村店長も一緒に、はい、お二人とも上太郎マスクに、あと一緒に夏羽織も、ね、キメキメでこれね、ネット通販でも売ってらっしゃるんですよね、マスクの方は。そうなんですよ、ね、上太郎のデザインをされた中で、ちょっと装いは先ほどと変わって、今度こちら羽織をお二人とも着ていただいてるとは思うんですけども、はい、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。皆さんが着てるこの夏羽織は、はい、あの上太郎の夏物の、はい、反物をあの羽織の形にしてまして、はい、これも実はオリジナルの上太郎の織の、夏物なんですけど。なるほど。これがまたね、透け方が ね、 ね、めちゃくちゃかっこよくて、透け感あっていいですよね。そうなんですよ。こうね、中の柄がね、ちょっと透けて見えたりとか、はいはい、お着物の柄のね、ああなるほど、薄張りってこういうところがね、こう覗けてね、なんかそういうのあとこういうちょっとこういうなんか向こう側が見える感じとか。そうですよね。もうちょっと本当に薄張りって贅沢なアイテムだけど、うん、このやっぱ薄張りじゃないとわからないこの素敵さっていうのがねありますね。なんかシンプルな柄というよりか、少しそこにね、うっすらと上太郎の柄がやっぱり入っているので、その辺のおしゃれをね楽しめる、うん、アイテムですよね。あと本当全然角度によってもまた出てくる柄だったり見え方も違ってくるので、はい、これ一枚持ってるとやっぱり上がりますね。なるほど、はい、おしゃれ、おしゃ。そんなダンさんがね選んだのが、でも中村さん着ていただいてる、はい、こちらですか。なんでダンさんこちらを。これはこれ素材的にはポリアサで、はい、このまま洗えるタイプではあるんですけど、うん、これちょっとあの店長の私のイメージというか、はいはい、意外でしたけどね最初。そうなんです。実は店長も髪型もご覧の通り、はい、めちゃくちゃかっこよくて、いやいや、まあ、お仕事もバリバリできる方なんですが、いやいや照れますよ。持ち上げてできるけど、はい、そこのこの赤と、うん、
まあ、赤って言っても、もう全然この分綺麗な、そうですね、そこまで主張性も程よい感じの、うん、でかつこの風ストライプっていう縞がちょっと風でそよいでる柄なんですけど、なるほど、上太郎っぽい、まあ、そういったところでそう強さを出しつつ、でも実は折りでドットが入ってる、そうなんですか、かわいい、ちょっとそう、どこをちょっとちょっと見てください、これここの箇所折りになってるんですね、そうなんです、この風ストライプとかは染めなんですけど、はい、折り自体この、あ、折りでドットが入ってるんで、そこでちょっとなんか店長のなんか可愛いキュートなとこがね、キュンなところをダンサーセレクトされたんですね、そうなんですね、なるほど、キャリアを持って、ありがとう、そんなに好いてくれてでもこの夏場織も一緒の催事の時にも、あ、これ実際に置いてるんでしたっけ、今のシーズンは、そうです、今のシーズンも置いてるんですけど、またあの今度夏展でもまたさらに新作が、はい、4月15日からのなんと、はい、結構強化して、はい、取り組んでますので、じゃあそのあたりこれからの季節に向けたちょっとお求めやすいアイテムが揃うということで、4月15日からいつまでになるんですかね、15から25日日曜日まで、なるほど、開催しておりますので、ぜひ皆さんちょっとごつごつく方は銀座6までお越しくださいと、はい、しかもポイントは5倍ご紹介ありがとうございました そして最後に、はいはい、城太郎さんにお越しいただきました。こんにちは、城太郎です。イエーイ、よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、ちょっと今日城太郎さんお召しになってお着物、うん、ちょっと中村さんにすごいゆかりのある、そうですよ、城太郎ライブで先生にご紹介した着物がなんと出来上がりました、ね、こちらゲスト斉藤城太郎の時でしたよね、そうですね、40回目のライブ配信で、そう、久しぶりにね、証券を作って、なんかこう結構みんなに似合う似合う、いや全然この柄負けしない感じがやっぱすごいですね、意外とね僕ね、そう、濃色が多かったんですよね、はい、あんまり薄い色ってね、うん、なんかこう珍しいですよね、そうそうそう、自分でもどうかなと思ったら偉いと言われたんで、つい調子に乗って買っちゃいました、いやいや、あのショーの時ね、先日の最後ランウェイの時もこの着物で、そうです、そうです、あれそう、もう出来上がっていたところで、その1回前のね、冗談のライブでお披露目しようと思ったんですけど、はい、持ってくるの忘れちゃいました結局ショーのフィナーレでのお披露目という形になりましたけど、気づいていただいた方もね、もしかしたら冗談のライブ見ていただいた方は、そうですね、きっとね、思っていただいたんじゃないかなと思いますけど、どうですか、お二人から見てどうですか、ありがとうございますありがとうございますそうやな、言ってもらうしね、いや久しぶりに作って、はい、はい、あ、え、ちょっと八角先生、ちょっと見せてください、うわうわ、スペシャル、スペシャル、ね、これあのあ、この八角はこれあのリフレクションズフローラルの、ね、時の八角ですね、うわすごい、うわ、やっぱさすがそういうところにこだわってるところがね、そうですね、トーコレデザイナーいやいやいやそんなね、ちょっと特別にしちゃいました、いやいや素敵です、城太郎さんはさっきからずっと手に持ってらっしゃる、はい、あ、これここ気になってるんですけども、はい、これね、今回のコレクションでちょっと発表したローコート、通称ね、僕らで言うローコートっていうアイテムなんですけども、はい、ポケットついてるやつですよね、そうなんですよ、ポケットついてる、羽織ともないコートでもないっていう感じの、はい、なんかこう洋服で言うスプリングジャケットみたいな感じの、まあ、これ特に裏なしですから、まあ、これ作ったんですけど、あのローコートのローっていうのは一体何なのってことをよく言われるんですけど、はい、実はローコートのローは実はあのよくあの時代劇のドラマなんかで、あのローナの氏っていうじゃないですか、はい、ロー屋の親分、はい、でロー屋の親分がこう着物の上にもう一枚ね、こう重ねた畳の上にドシンとあぐらをかいて、その上に着物をもう着物の上にもう一枚ガサッと着物を着てるみたいな、そんなイメージの、なるほど、コートをちょっと親分のコートを作りたくて、はい、ローコート、いや本当そうですね、はい、でもそうでいながらやっぱり夏仕様でやっぱね透け感があるのでね、そうですね、すごい涼しげな、これ本当スペシャルで、はい、あの地紋が、まず地紋はこうボーダーの地紋が入っていて、 そこにさらに染めをして、はい、あの出来上がったものなので、すごいスペシャルですね、うん、これは実はこうポケットつけてるんですよね、ね、サイドポケットがついてる、うん、ちょっとこう親分のように、まあ、関西弁で言うと生きれるっていうんですけど、なるほど、カッコつけられるみたいな、はいはい、なんかこうちょっと生きれるコートとして、いいですね、かっこいいですね、これ、ポケットないと落ち着かないことないですか、あります、なんかこうね、コート着てても
それと一緒で、着物っていうポケットっていう概念がないので、あの決してなんか物をたくさん入れるっていうんじゃないんだけど、ちょっと格好つけたいっていう、ポケットが欲しいなと思って。うんうんうん、確かにな。このあたりやっぱ特徴がね、上太郎サイトならではだと思いますのでね。ちょっと丈長めなんですね。そうですよね。うん、そうだね、丈長めでちょっと。だから、これもあのさっきご紹介しましたけど、4月15日からの、その。これは、はい、ショーの、ショーでも出てるので、なるほど、お店にもあるんですね。はい、上太郎サイトとしては定番的なアイテムとして毎シーズン毎シーズンちょっと生地を変えたり柄を変えたりという形でご提案してますね。なるほど。まあね、まあね、男の上から着るともう羽織、普通のね、高速さん羽織しかないので、ちょっと雰囲気を変えてちょっと遊び人風の、いいですね、ちょっと親分風のやつもまあ一つ面白いかなと思ってね、ご提案させていただきました。ちょうどね、3人揃って今羽織を羽織っていただいているので、はい、もうこれからのシーズンこういった装いもいかがですかっていう、ちょっと今回ご紹介いただきましたので、はい、ぜひ銀座6の方までお越しいただければと思いますので、はい、どうぞ3月今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。